駐車場の寸法いくつですかと聞いてもらうとかして、まあ4メーターぐらいですよとか言われたら、あいやいやいやみたいな、ちょっと入んないんでとか、そういう話もね、皆さんの方から気づいてやってあげた方がもしかしたらいいかもしれません。絶対に外交で公開せない。どうも、外交デザイナーの宮です。本日は、1台あたりの駐車場寸法を建物位置を変えてでも確保すべき理由をプロが徹底的に解説をしていきたいと思います。駐車場のスペースってどれくらい必要かご存知でしょうか？駐車場のスペースってなんとなく決まっちゃってるんですよ。どういうことかというと、家の配置から皆さん、家作りって決まるじゃないですか。この時に駐車場のサイズっていうのをハウスメーカー、小室さんに任せっきりにして決めちゃってる方が多いと思うんですけれども、それで事故しちゃってる方めっちゃいます。駐車場の寸法っていうのをまず確定した上で家の配置を決めるようにしてください。外交から考える家作りっていう形なんですけれども、これができていないと後々後悔をしてしまう可能性もありますので、絶対に注意が必要です。1台あたりに対してこれぐらいの寸法を確保してくださいっていう具体的なお話もしていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。今日こういった駐車場の寸法というテーマでお話をするんですけれども、普段は外交の新商品や外交のコスパ重視、防犯とかね、幅広い形でお話をしております。今後ね、こういった有益な内容を見逃したくない方、今のうちにチャンネル登録の方もお願いします。それでは早速行ってみましょう。駐車場ってどれぐらいの寸法が具体的に必要か分かってない方めちゃくちゃ多いんですよ。ここの寸法を理解できていないとですね、駐車した時に車が入んないとか、これ現実あるんですよ。車がね、駐車場に入らないとどうなるかというと、車庫照明が取れなくて車を置けないとかね、そういったことにつながってきてしまいます。あとは当然歩行者に迷惑をかけたりとか、はみ出てるからぶつけられるリスクも出たりねしますので、注意がめちゃくちゃ必要です。縦の寸法はいいとして、横の縦列の場合どれぐらい必要かとか、この辺なかなか分かってない方もいると思いますので、いろいろねお話をしていきたいと思います。車1台あたりの駐車のスペースのお話をしていきたいと思います。この画像を見てもらったら分かるんですけど、道路から家の外壁までの距離があると思うんですけれども、ここの寸法の取り方が重要だよという話です。駐車場をまず1台分のサイズで理想の数値からいきましょうか。幅が 3m、 奥行き 6m、 これぐらいが理想だと僕思ってます。極端な話、広ければ広いほどいいと思ってます。これが1台の理想の寸法の広さです。反対に最低限どれぐらいかというと、幅が 2.5、 奥行きが 5m が最低かなと思っております。これ具体例挙げると、アルファードあるじゃないですか。トヨタ車で結構大きいサイズの車だと思うんですけど、アルファードで奥行きがね 4.9 とかなんですよ。幅がね 1.9 とかなんですよ。って考えたら、さっきの話、幅 2.5 最低で 1.9 で入りますと。ただ扉開けた時結構狭いです。奥行き 5m でアルファード 4.9 って考えると一応止まる。だからこれ最低って意味ですね。アルファードと仮定すればギリギリ、軽自動車で考えればまあ余裕があるよと。車種によって変わるんですけれども、何を乗るかとか今の段階分かんないじゃないですか。例えばですけど、一人暮らしの時だったらスポーツカーとか好きな方乗ったりするかもしれませんし、燃費のいいアクアとか乗ってるかもしれません。結婚されてお子さんが生まれたりするとファミリーカーとかみんな乗り換えたりするんですけど、そういったサイズ感の車に変わっていくんですね。ってなった時にやっぱ思ったより狭いっていうことになっちゃいますので、結構ねストレスを感じることになっちゃいます。だからこそこの駐車のスペースっていうのは、1台あたりの理想が幅が 3m、 奥行き 6m ぐらいだったら基本的にはどんな車でも大体止まりますよね。外車のちょっと特殊なものじゃなければ、日本車とかだったら基本的に止まるかなと思います。2台用はじゃあどれくらいの寸法っていうと、単純に掛けにしてもらえばいいです。最低だったら奥行きは一緒でいいと思うんですけど、幅は 5m とか、まあ余裕があれば幅 6m とか、そんな計算でいいのかなと思います。カーポートもそこに合わせたサイズ感で設計されているんですよ。これもちょっとお見せしたいんですけど、例えば今ね実例で出した画像、これカーポートSC という商品なんですけど、この商品の寸法図があるんで、こちら見ていただいたら分かるんですけど、2台用のサイズ感の詳細がこれカタログに載ってまして、これが柱の外外ワイドが W1 っていうのが柱の内内の寸法があるんですけど、この W1 見てもらうと4850っていうサイズ、幅がね48っていう仕様だと柱の内内で4469とかなんですよ。間口54っていう仕様を使うと柱の内内で 5m とかなんですね。柱の外外で5200みたいなイメージです。このカーポート C の60っていうサイズを使うと柱の内々で5600っていう内訳になってます。カーポートの2台用で48とか選んでると柱の内々が4469なので、さっき言った駐車場1台寸法が2500とかってすると2台で5000必要なんですよ。って考えると4469だと狭いっていうか入んないっていう計算になっちゃうんですね。だから最低54選んでもらえれば柱の外外で5400、内々で5000なので 2500×2 の理論で言えば止まるのかなと。余裕があればカーポート SC も60を選んでもらうのがいいと思っていて、柱の外外で約 6m、 柱の内々で5660なので、まあ余裕を持って止められますよという、そんな設計になっております。1台用は極端な話柱しか片方しかないので何でもいいと思うんですけど、カーポート2台用になってくると両サイドに柱が来るので、この有効寸法っていうのは限りが出てきちゃうんですね。だからこそ考えた上でカーポートのサイズ感を選ばないと事故る可能性が出てきます。結論ですよ、カーポートの場合間口が54もしくは60の間口設計を選んでください。寸法の重要性のお話をもうちょっとしていくと、コンビニとかスーパー
ーとかでもそうなんですけど、ここの駐車の寸法って結構狭いと思わないですか。扉がもう開かない寸法でだいたい 2m とか切ってるぐらいが多いんですよ。これをね自分の家に持ってくると結構狭いんで注意が必要です。 1.8 とかも普通にありますね。僕過去にねアパートで賃貸暮らしの時もあるんですけど、その時まあ普通車乗ってたんですけどめっちゃ狭いんですよ。はみ出してますってなんか一回クレームもらったことあるんですけど、なんではみ出るのかなと思ってよくよく考えたら普通に止めてるんですけどはみ出るんですよ。貸駐車場の自分の白線の内々の寸法測ってみたら1700とかなんですよ。めっちゃ狭いみたいな。こうなっちゃうともうどうしようもないんで、貸駐車場を借りようと思った時も意外と寸法のこの測りってのも大事で、貸駐車場も仲介業者さんに依頼してるオーナーさんが多いので大体そうだと思うんですけど、借りて止めてみたらなんかはみ出るみたいなことが普通にあったりしますので注意が必要です。大きい車乗ってる方ね結構この辺重要ですよね。そもそも 5m 以内に家が建ってたりすると車が駐車できないっていうね、そういったことになってしまうので絶対に注意が必要です。ハウスメーカーコムテさんがなんとなく家の配置決めたりする場合があるかもなんですけど、皆さんお客様の方で駐車場の寸法いくつですかと聞いてもらうとかして、まあ 4m ぐらいですよとか言われたら、あいや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 みたいな、ちょっと入んないんでとか、そういう話もね皆さんの方から気づいてやってあげた方がもしかしたらいいかもしれません。駐車場のサイズっていうのは外交の話になるんですけど、大体家の間取りとかある程度決まった段階で外交の相談とかし始めたりとか、この辺ってハウスメーカーコムテさんによってまばらだったりするんですよ。初期の段階から外交の話をするハウスメーカーさんもいたりしますけど、しない方の方が割と多いですよ。駐車場の配置を考えた上で家をね決めないと事故る可能性があります。実際に駐車場の設計をする上で後悔する原因とか、この辺りを5つピックアップしましたので解説をしていきたいと思います。まず1つ目、自分の車のサイズを知らないです。皆さんご存知ですか、今持ってる車のサイズは。車好きの方は知ってると思うんですけど、そうでもない方多分案外知らないんですよ。よく皆さんが乗ってる車で例えようかなと思うんですけど、ネットの検索でプリウス全長とか入れてもらって検索するとすぐ出てきますので、そういった調べ方してみてください。僕プリウス乗ってるんですけど、プリウス全長で調べると全長4600、幅が1780ってあるんですけど、1700の貸車場を止めたらはみ出るっていうのはこういう話ですね。まず自分の車のサイズを知る、もしくは今乗ってるのこれだけどファミリーカー乗ってもこれぐらい必要なんだなとか考えた上で決めてもらった方がいいですね。過去にあった事例のお話もすると、外交の相談もらってなんかリフォームの案件があったというか質問をされたことがあって、こうびっくりしたんですけど、車が入らないみたいな話を聞いたことあって、外交でどうにかできませんかみたいなご相談だったんですけど、道路から外壁までは 5m ないんですよ。お客さん軽自動車乗ってるんですけど、それすらギリギリみたいな、 4m ちょっとやったかなっていうことがありましたね。これは結構やばい話ですね。道路から家の外壁の話ってどうしようもないじゃないですか。家を建てる位置の話から間違ってることになるので、こういうことが起こっちゃうともうどうしようもないって終わっちゃいますので注意が必要。せっかく駐車場作っても貸駐車場借りなきゃいけないっていう可能性もありますよね。続いて2戦目、駐車場の用途のお話になってきます。駐車場は何のために使いますかっていう話なんですね。基本的に車を置くっていう方が一般的だと思います。でも中には物も置きたいっていう方もいるんですね。これガレージとかが分かりやすい例なんですけど、そこで作業するスペースも欲しいっていう方とか、小物も置いておきたいっていう方もいるんですよ。車の整備をする方、仕事柄とか趣味とかで、であればそこのスペースも加味しなきゃいけないよっていうことですね。タイヤを置くとか工具用の物をたくさん置くってなると棚が必要ってなってくると、その分も確保した方がいいし、作業のスペースも考えた方がいいっていうことです。カーポートもさっき言った60とか一番いけるぐらいでかい方が柱が邪魔しなくて良かったりもします。この寸法っていうのはなんとなく決めてる方多いんですけれども、駐車だけじゃなくこういった作業もしたいっていうことであれば寸法も加味した上でカーポートを決めなきゃいけない。だから夜作業するなら照明もなきゃいけないしとか、盗難防止で防犯カメラをつけようとか、そういった考え方をして駐車場だけではなく駐車場自体で使う用途、ここも考えておく必要があるのかなと思います。続いて3戦目、建物配置の重要性。家の外壁はどこにしますか。これはまず大丈夫だと思います。先ほどお話したのでクローズ外交とかの場合です。これちょっと画像見てください。これ実際の実例なんですけど、このシャッターの奥が駐車場になってます。手前ちょっとスペース空いてるの分かりますか。もうなんでか分かりますか。これが重要な話で、お客さんとか郵便屋さんとかでもそうなんですけど、来た時に対応できるように横の10列で止めれるスペース間空けてあるんですね。これ10列だと奥行き最低 3.5 とか 3m 欲しいんですけど、それぐらい取ってます。自分は止めないけど、お客さんが来た時横並びで止めれるようなサイズ感にしてるんですね。これも重要です。横並びの 3m ないしは 3.5 プラス自分が止める 5m ないしは 6m で家の外壁が来るっていう計算をしないと成立しないんですね。自分が止めればいいやで計画をしちゃうと、道路から 6m 7m で配置をしちゃった場合、お客さんスペースなかったみたいなことになりがちです。ここまで考えれたらめちゃくちゃいいですよ。でもなかなか難しいですけどね。クローズ外交プラスゲスト用が欲しければ、道路から 10m の位置に家を建てましょうからの外交計画始まれれば事故ることはないです。
ですね。続いて4選目、駐車場の設計のお話です。土間勾配、聞いたことありますか？ちょっと基礎的なところからお話をすると、駐車場って勾配っていうのがつくんですよ。一般の方だったら見ても気にしないレベルの斜めです。コンビニとかスーパーも実は斜めなんですけど、気づかないじゃないですか、きっと。さりげなく斜めになってますね。数値で表したらどれくらいかっていうと、基本的に僕らは土間勾配は 3% から 5% ぐらい、ちょっときつくて 7% とか、それぐらいの考えで計算をします。道路から家の外壁が 6m だとすると、 3% で計算すると18センチの傾斜がつくイメージです。18センチ上がるってやるとピンとこないし、そんな上がるのと思うかもですけど、基本見てもあんま分かんないです。これなんでつけるかっていうと、雨ですね。雨が降った時に水が溜まっちゃうんですよ。フラットだと溜まりますよね。だから斜めにするんですよ。道路に流れていくから水が溜まらないよねってことで、勾配ってものつけます。勾配が反対に緩いとどうなるか、 1% 2% ってどうなるかっていうと、 1% の過程で言うと、コンクリートって生コンっていうのを流し込むんですよ。手でこう鳴らしていくイメージなんですよ。 1% っていうと誤差が許されんレベルなんですよね。人が手でやっていくものなので、抑えすぎちゃったら場合とかだと水が溜まるリスクがめっちゃ高くなるんですよね。多分 1% だとありえます、マジで。これは土間コンだからですね。タイルとかだったらできなくはないんですけど、コンクリートとかになってくるとありえるっていう。1% とか 2% だよとか言ってる方いるかもですけど、基本これは水溜まるリスクあるのでおすすめしません。許容を考えた時に 3% あれば吸収できるって話なので問題ない。じゃあこれ 10% 15% でいいかっていうと、かなり傾斜が急、スロープとか滑り台を連想するような角度がついてくるイメージです。これきつくて何が悪いのと思うかもですけど、止めづらいっていうのと車がするんです。プリウスとかそういった普通のものでも3から 5% だと分かんないぐらいなんですよ。でも 10% とか極端な話になってくると、道路に出入りする時にガッてするリスクが上がります。勾配っていうのは3から5、マナシ3から7かな、やって何か理由があった場合はあり得るかな。でも許容できて7ぐらいかなっていうイメージですね。大体の数値これぐらい覚えておけば間違いないかなと思います。最後5選目、1台用の駐車スペースでも2台用確保してみてっていう話です。基本的に駐車スペースっていうのは広ければ広いほど止めやすいです。車1台しか止めません。でもカーポート2台をつけたいですっていう方いるんですけど、これ割と面白いといいなっていう考え方で、1台駐車しますと、もう1台分フリーのスペースあるんですけど、ここ何ができるかというと、お客さんが止めることができます。ご両親が遊びに来たっていう時も止めることができるっていう使い方があったりとか、駐輪場としても使えるんですよ。これが意外とでかくて、そうすればサイクルポートの代わりにもなるっていう理屈。プラスお子さんが大きくなった時に駐車場もう一個あれば、そこもね止めることができるんですよ。カーポートも今現状1台分しかないんだけど、わざと2台つける方もいます。ドマコンもわざと2台分打つ方も中にあります。もっと大きなメリットで言うと、車の運転が苦手な方、もしくは前面道路が狭い、駐車がしづらい立地っていう方であれば、車2台分の駐車スペースがあればめっちゃ止めやすいんですよ。1台でカーポートちっちゃかったらめっちゃ止めづらいんですよ。何回も切り返さなきゃいけない。1台用の駐車しか必要ないけど、あえて2台取るっていうのも手段として面白いので、機能性重視をしたいとか使い勝手を優先したいという方にはおすすめなので覚えていてください。はい、ということでね、本日は駐車場のスペースの設計についてお話をさせていただきました。いつもよりちょっとこう寸法チックな話で細かいお話になったんですけれども、ちょっと難しいなと思った方はこの数値だけ覚えていていただければ、まとめますと、1台用の寸法で、まあ、余裕を持ちたければ幅 3m、 奥行き 6m、 最低寸法は幅 2500、 奥行き 5m。 でもこれほんと狭いんで、あんまおすすめしないです。ほんと最低の最低って感じですね。土間勾配 3-5% 推奨ですね。やって 7% かなって感じですね。限界できつくすればするほどする可能性がありますってのを覚えておいてください。例えばジープみたいな車乗ってたら車高低くないんでいいと思うんですけど、一般的なアクアとかプリウスとかそういった車だったらする可能性があるんで、3-5ないし3-7ぐらいだったらまだいいのかなっていうイメージです。なかなか気にしてなかったと思うんですけれども、こういった寸法から考える家作り、家の配置も決めてもらえれば事故を防ぐことができますし、ここを間違えてしまうと車がね駐車場に入らないみたいな問題が起こっちゃったらもうやばいのでね、絶対に注意をしてください。はい、ということでね、今日はこういった寸法について解説をさせていただきました。いかがだったでしょうか。この動画の一番最後に Q&A コーナー設けてますので、皆さんからたくさん毎日質問をもらってるんですけど、質問の回答をするコーナーを設けてますので、ぜひ最後までご覧ください。今日もねどんどんコメントいただければ、次回の動画以降でねコメントの返事もしていきたいと思いますので、お待ちしております。また概要欄の方に今日の話に紐づくおすすめの動画のリンクを貼っておきます。これだけ見てもらってもいいんですけれども、他のおすすめの動画一緒に見ていただければそれで学びになるかなと思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。このチャンネルで失敗しない、後悔しないための家づくり、外交づくりについて情報を発信しております。今日こういった駐車場っていうテーマでお話をしたんですけれども、普段はねコスパ重視にすればにはどうしたらいいかとか、デザインをどうすれば良くなるかとか、おすすめな植物は何かとかね、幅広い形でお話をしております。今後ねこういった内容を見逃したくない方、今のうちにチャンネル登録の方お願いします。それでは早速 Q&A コーナー行ってみたいと思います。今日こちら行きたいと思います。エバートボト、気になっている商品です。フェンスの一部に1枚だけとかでも取り入れられるものでしょうかという内容です。問題なくいけます。これエバートボト何かっていうと、こんな感じで発泡白の壁とか流行ってるって動画で言ってるかもしれないですけど、そこをモチーフとして
したような商品で、ブロックとかって結構今倒れてきたら危ないんじゃないっていう方が増えてますので、まあ、何かあっても安全だよという商品です。数ミリのアルミがあって、数ミリがアルミがあって、中がね発泡剤みたいなこう柔らかい部材になってるんですね。サンドイッチしてるんですけど、かなり安全面は高いのでおすすめです。カタログとか見ると企画とかあるんですけど、あれほぼ現場組なんですよ。だからオーダーメイドでできるんで1枚でもいけます。まず結論、幅もある程度自由が利くんで、長さも好きにできるし、高さも好きにできるしみたいな商品です。当然フェンスの一部でも使えますし、逆に端から端でも使えます。ただネックを言うとフェンスよりも金額がちょっと高めなので、そこだけ覚えておいていただければと思います。はい、ということでね、またね皆さんからのコメントどんどんお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。またね。